とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日も、極ボスに、ソロ攻略、やっていきましょう。今日行くボスは、これ。極闇に狂い咲く花ですね。早速、行ってみましょう。はい。まあ、炎属性の花子さん。強いんだよな、結構。でもまあ基本的には、花子さんと同じ戦い方でいいんだけども、ちょっとダメージを覚悟していかないといけないんだよね。うん、このハート出してくる時が結構攻撃のチャンスになるんだけど、あそこで、まあ、ダメージ、1、2発は食らう覚悟でいきましょう。でここでクリティカルとかもらっちゃうとマジで2、3000持っていかれるんで、そこを要注意。おっしゃ、豆発見。あ、無理だ。もういいよ、ある程度取られてももう仕方ない。おっしゃ、ある程度取られてもちょっと仕方ない。まあ無理にね近づくよりも全然マシだから。おい、その瞬間移動は絶対ずるいぞ。じゃあ、いいよ、いいよ、いいよ。もう何してくれたって。ここでね、あ、豆があるから、次ぐらい俺、ちょっと突っ込もう。はいはい。で、いつも通り、こいつの後ろの方にいればダメージ食らわないんで、立ち回りさえ知ってれば、怖がることなし。よっしゃ、次絶対豆使ってチャンス取りに行こう。おっと、また豆は取らないよ。まだなんか豆取りそうになるから若干怖いな。バカ、俺今行ったろ、行ったやん。ああ、足速っ、足早い。いや、いいさ、いいさ。もう取ってもらっていい。取ってもらっていいよ。うん。これ豆使って、特攻しちゃうから。もう特攻しちゃうから。あ、もうもう。いいよ。俺早くやりなさいよ。オッケー。これ普通に特攻すると絶対死ぬからね。豆があったから、やったことでやって。普通にやると絶対死ぬから。うん、レベルマックスで HP 完全に振ってたりとかしても、戻っちゃった、戻っちゃった。あ、そうか、そうか、そうか、俺ポーズ全然取ってなかったのか。しゃしゃ、そうか、このポーズでは、ああ、ダメなんだ。このポーズ取ったぐらいじゃ、回復しないんだね。あ、これで変身ゲージ回復するのかと思ってたけど、幻だったわ。しゃあ。来た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 。はい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 。やっぱ、危ねえ。死ぬとこやった。はい、行くよ。このね、バーストした時の上から降ってくる炎、あれ食らうとかなりダメージもらうから、あの攻撃は要注意。うん、ただのダメージじゃなくって、それプラス持続ダメージっていうのが来るからね、注意だよ。はい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 。本当はもうこんな早くバーストしないんだろうけどね。ポーズをねソロでは取れないから、パーティーだったらね、まあいけそうな時は行くんだけど、ソロの時はちょっと厳しいですよ。 OKOKOK。 またまたか、今いいけど。
あーでもちょっと OKOKOK 一回ねやっときたかったんだ。俺もチャンス取りに行きたいよ、行きたいよ。マルチでは行くとこだよ。あ、やば、アップね。調子乗ってた、調子乗ってレーザー食らうとこやった。あ、いいよ、ヌルヌルになってもいい。あ、もうそれ食らってもいい。 OKOK。 もうさ、最後の最後すごいなんかキー抜きすぎ。こんなキー抜いちゃダメだ。はい、あっ、あぶね、しゃ、あっ、あ、なんだ、俺してくるもんかと思って先にやってたけどもしなかったか。よし、もうお前終わりだよ、もう終わりだ。最後もう一回バーストするかな、しそうな気はする。じゃあ、アップね。もうあと何発ぐらいだ。うーん、4発じゃちょっと無理かな。オッケー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 、いいよいいよ。攻撃チャンスが続いてる。よし、いい感じ。あ、でもなんか地味になんか削られてるな、地味に HP 削ってきてる。あ、でも終わったかも、フィニッシュか、あと一発。よし、まあまあまあ、今回の追加ボスの中でもまだ弱い方だからね、結構楽勝でした。まあ楽勝だけども基本的にはマルチで行くようにした方がいいよ。時間もかかるし、まあ一回ねちょっと事故ってやられちゃった時とか大丈夫だから、マルチだったら。はーい、倒しました。はい、ということでまた出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。